皆さん、こんにちは。先日7日、ジャニーズ事務所は、都内で故ジャニ、喜多川氏による、性加害問題についての会見を行い、代表取締役社長、藤島ジュリー景子氏が出席のもと、ジャニー氏の性加害を事実と正式に認め、謝罪。新社長に就任した東山紀之さんは、過去に所属したジャニーズジュニアが書籍の中で、東山さんの、性的な加害について言及されていると質問が及ぶと、したことがないですと断言しました。東山さんはジャニー氏の性加害について、人類史上最も愚かな事件だと思いますと断罪。大変長い道のりですが、まずはその一歩を踏み出さないといけない。答えをすぐに揃えられるのは難しい。まずは一歩を踏み出さないと何もスタートできない。これから見えるものもあると思う。そこから何が正しいかを探りながらやっていきたいと。その中で報道陣から前述の書籍について聞かれると、僕が性加害をしたというと確認の上で、僕はしたことはないですと言い切り、当時のジャニーズジュニアに対してのいたずらがあったというが、したことはないですと再度話しました。またこの件に関してジュリー氏は、ジャニー氏存命中にデビュー後のタレントを担当していたため、ジャニーズジュニアとは接することがなかったとし、認識がなかったとしました。ジャニー氏の性加害問題をめぐり、同事務所が設置した外部専門家による再発防止特別チームは8月29日に調査報告書を公表。ジャニーズ事務所は組織としてジャニー氏の性加害が事実であると認め、真摯に謝罪することが不可欠。速やかに被害者と対話を開始して、その救済に乗り出すべき。特別チームは、謝罪と救済なくしては、ジャニーズ事務所が今後再生を図ることは、難しいと考えております、と、被害者へ対話と適切な補償が必要と提言していました。今回のジャニーズ事務所の回答、今後の対応について、ジャニーズファンだけではなく、事務所に在籍している現アイドルたちも苦言を呈していました。そんな中でジャニーズファンの間で話題に上がっているのが、稼ぎ頭だと言われているストーンズの存在です。ジュリー氏との因縁も多く報道されてきただけに、今回のジャニーズ上層部の決断をどう判断したのでしょうか。苦言を呈した他のアイドルたちも、ジュリー氏が幹部として残ることや東山さんの性加害に対する発言、そしてジャニーズという名前を残すという結果を知らなかったように思えます。またスポンサー離れも不安視される中、若手のジャニーズアイドルは今後未来があるというのでしょうか。またそんな中で、ストーンズファンの間で一番噂されている問題といえば、現在のジャニーズに対してよく思ってはいないと言われている京本大我さんの退所移籍問題です。では、そんな京本大我さんが退所すると言われる理由を調査していきたいと思います。元 V6 の三宅健さん、元 King&Prince の平野紫耀さんと神宮寺勇太さんに続いて、5月にジャニーズ事務所を退所したジャニーズジュニアの7人組グループ、インパクターズのメンバー全員が、タッキーこと滝沢秀明さんの事務所、2B、に合流し、グループ名を IMP に改名して再出発することを14日に発表しました。これに続いて2020年デビューの6人組グループストーンズにも 2B 合流説が浮上し、注目を集めています。ストーンズの 2B 合流説は週刊誌週刊文春が報じており、現時点ではインパクターズと同様にメンバー全員で移籍するかは未定ながら、メンバーの 2B 移籍が囁かれているとしています。ニュースサイト、ピンズバニュースも、ストーンズメンバーの 2B 移籍が囁かれている、との情報を伝えており、メンバー全員での退所ではなく、キンプリ的な分裂の末、メンバー数名が 2B に合流する可能性も、囁かれています。関係者の間で、特にその動向が注目されているのが、京本大我さんなんです。彼はソロ志向が強いとも言われていますからね、とレコード会社関係者が証言しています。
俳優京本政樹さんと元アイドル歌手山本博美さんを両親に持つ京本大我さんは、2006年にジャニー北川さんにスカウトされてジャニーズ事務所に入所し、2015年にストーンズのメンバーに選ばれました。京本大我さんはグループ活動だけでなく俳優としても様々な舞台に出演し活躍しており、8月に開幕したミュージカル流星の音色で主演するだけでなく舞台の音楽も担当しました。前出のレコード会社関係者によると、京本大我さんはソロ志向が強く、8月末にリリースされたストーンズの11枚目シングルクリークにカップリングで各メンバーのソロ曲が収録される背景について、アイデアを出した一人が大我さんだと言いますし、彼は自分で作詞作曲もできますからね。それに彼はドラマや映画のみならずミュージカル俳優としても確固たるポジションを築いていますよね。彼の中にはストーンズも大切だけどソロもやっていきたいという思いが強いと言われ、だからこそジャニーズを飛び出して 2B に合流するのではと囁かれているんですとしています。また芸能プロダクション関係者は、ストーンズ自体が以前事務所から冷遇されていて関係が悪く、当時はメンバー全員が不満を持っていたとも聞こえてきていましたが、その中でも特に残る残らないのところで注目を集めているのが大我さんというわけですと語っています。滝沢秀明さんがプロデュースを手掛けていたストーンズは、滝沢さんがジャニーズ事務所を退社する前の時点でスノーマンと共に藤島ジュリー景子社長の管轄に変更され、その後の事務所内でのグループの扱いに対してメンバーたちは不満を抱いているとして、週刊文春は以前から次に危ないジャニーズとしてストーンズの名前を挙げていました。その中でも京本大我さんはソロ志向が強く 2B への移籍説が浮上しているとのことですが、京本さんは滝沢秀明さんの半生を描いた作品で初めて舞台に出演し、その後も7年にわたって滝沢さんが手掛ける舞台滝沢演舞場滝沢歌舞伎に出演し、これまでに数多くのチャンスや経験をさせてもらったことで滝沢さんには大きな恩義を感じていることを明かしています。過去に活動をめぐって不満を抱いていた時にも、滝沢秀明さんが親子共演の機会を与えてくれ、それがきっかけで仕事への意識が変わったとも語っていました。そうしたことから、もし本当に現状に不満を抱えていて今後ジャニーズ事務所を退所するとなった場合に、移籍先として最も可能性が高いのは 2B ですが、果たして今後どうなるでしょうかね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。